ダーヨシチャンネル。ケイ君お疲れ様です。あーお疲れ様です。いや嬉しいな、いきなりちょっとあの大好きな先輩から電話かかってきてちょっとドキドキしてます。言ったら今もうキュンキュンしてますよ。キュンです。はい、キュンです。はい、ケイ君です。ケイ君ですよ。はい、どうも奥田圭介です。はい、最近、はい、すごく仲良くさせていただきまして、いやもう僕の本当にねもう大好きな先輩なんですよ。ね、先輩が悪いのから抜けてから、そうですね、2ヶ月がね、うん、一緒になって、うん、荷物を横に置く時がありまして、あのキャリーケースをね、控え室ですね。はいはい、そこぐらいからなんかちょっと僕がいきなりの恋愛相談をしてからの、ああ僕の大師匠であり大先輩であり大恋人っていうね、そういう感じですよね。大恋人なんですか僕。大恋人です。うん、ちょっと意味わからないですけどね。はい、すいません。まあちょっとでもなんすかね、ケイ君がこのドラゴンゲートに参戦はいしだした頃っていうのがいまいち思い出せなくて、いや僕ドラゴンゲートの初戦、うん、先輩でしたよ。いや先輩でしたよ。いやマジです。変な汗かいていた。いやいや、それを忘れられてるっていうのはやっぱそんだけ僕は先輩からのインパクトがなかったやなと今ちょっとなんかシュンシュンしてます。シュンです。シュンです。いや、ごめんなさい、それ戦ったよね、もちろん。はい、いや、戦いました。先輩 RED っていうところにいまして、悪いとこや。うん、悪いとこです。弁慶とね、その時先輩がタッグ組まれてまして、うん、で、僕がシャチさんと組んだんじゃないですかね。ど、場所はKBS ホールです。いつの5月の4日とか5日やったと思うんですけど、愛知県体育館の前や。はい、それは何、去年一昨年っす。あ、もう2年になるんすね。もう2年経ちますね。もうありがたいことに2年間もこんな素晴らしいところで試合させてもらってるのも本当に嬉しいです。いや、まあ2年経ちますけどね、仲良くなったの最近という、はい、いや、そうなんですよ。最近までは多分僕の存在なんてペッペッペッって多分されてたと思うんで。まあもちろん僕が RED やったので、いや、あの時の先輩も本当に嫌いでしたよ、うん、いつさと思ってました。ちょっと、ピー入れときますね、今の。はい、まあでも最近ですよね。もう最近ね、夜中のね、オフの日は夜中に僕が先輩に電話して、はい、2時間2人で恋愛トークしたりとか。そんなんもありましたね。ありましたね。本当に勘弁して、今でちょっと2人で話すみたいなありましたよね。勘弁してくれ。いやいや、勘弁しませんよ、今日は。まあまあ、でもね、はい、勘弁、あれですよ、はい、仕事の方が、すごい、K 君は、はい、もちろん、チャンピオンですからね、今、ブレイブゲートチャンピオンでございます。はい、5回目防衛で成功して、まだまだ、5回ですよ、5回、5回今防衛してます。なかなかできないですよ、それは。ベルトはね、僕のもんやとも思ってるんで、誰にも渡す気ないです。うん、いいっすね、いいこう気迫がありますよね。気合、むしろ僕の今の恋人なんじゃないかなって、うん、僕結構錯覚してますから。あ、ね、ベルトが、はい、だからもう渡したくないし、うん、誰にも取られたくないんやと、うん、僕結構いつもよく言うんですよ、女性にも。うん、いや俺やっぱ好きやし、うん、誰にも取られたくないと思ったんやと。うん、これ結構今のところこれ聞いてる人結構メモ取っとってほしいんですよね。男性陣なんかよくわからんねんけど、はい、そんなんやから彼女できへんのちゃう。いや、多分その可能性多いってありますね。めちゃくちゃあると思います。ベルト恋人やけど、まあまあ、それは別物で、はい、巻いていただいて、はい、ちゃんとしたはい、パートナーといいますかね、はい、はい、見つけていただきたいんですけどね。いや、それがね、なかなかやっぱり奥田圭介モテないもんですから。モテない。
もう本当にねモテないんですよ。嘘つき。いやいやマジで僕モテてたらだって多分もう今頃ね家に一人でおるんじゃなくて確実に誰かと一緒にいますよ。今日オフですよ。オフ。そうです、連戦でしたね。はい、はい、連戦が終わりまして、はい、オフの日になったらこう東京の家に僕が帰ってね、うん、彼女がなんかがこうご飯とか作って待っててくれてるわけですよ。まあ普通というかね恋人がおれば。いや僕とかは逆に家帰った時に、うん、おるって知らんとうわーみたいな脅かされるぐらいのこのキュンキュンする感じが僕正直めちゃくちゃ欲しくて。それこの前の俺やんけそれ。あのこの前あの彼女がサプライズで家に来まして、はい、で驚かされまして腰抜かしました。でなんか本人に言ったんですよね。もうそれは本当にもうやめろと。いやーほんまにねぎっくりとかなると思う。いやでもなんかそういう遊び心を持ってる彼女っていうのは本当に素晴らしい。スバラだと思うんですよ。スバラです。スバラです。スバラです。はい。いやでもなんか僕本当に彼女ができない理由って何なのかって自分で考えた時に思ったんですけど、うん、はい、道徳心がないんじゃないかなと。道徳心ね。はい、どういうことでしょうか。優しいとかそういうのが僕にはないんじゃないかなって最近ちょっと思い始めまして。ケイ君優しいですけどね。やらしいの。やらしい、ね、やらしいじゃないですか。優しいっすよ。本当ですか。男性には男性には優しいですし、うん、女性にも本当は優しくしたいんですけど、うん、なんかわかります。小学校の頃とか好きな子にちょっかいかけるじゃないですか。あー逆のことをしてしまうというか。はい。だから僕たち小学校の頃好きな子の女の子の首絞めてましたもん後ろから。スリーパー今の絶対、はい、スリーパー僕やってましたよ。絶対したらあかんこと。モザイク入れておきますからね今のとこ。はい。ダメですよ。やっぱり女性はやっぱり優しく接さないと。いや、そう思います。僕も本当に心からそう思ってますし、はい、じゃあ今日はちょっと僕一個先輩質問がありまして。ほう。奥田圭介はどうやってやったら彼女ができるのかっていうのを今日聞きたかったんですよ。圭君が、はい、変な汗かいていた。変な汗かいていた。恋愛のこの恋愛のお稽古。あ、恋愛のお稽古ですね。はい、はい、これはで僕、はい、めっちゃ思うのが LINE のお稽古あるじゃないですか。 LINE のお稽古、そうです。好きな人と LINE をやり合うというお稽古ですかね。はい、LINE のお稽古あるんですけど、うん、だからこう長文がこう相手も長文僕も長文で返すってなると相手も自分も結構疲れてくるんじゃないかなと。まあ確かに文字はしんどいですね。やっぱそういう時は電話のお稽古に切り替えた方がいいんですかね。んでも基本的にはお電話の方がいいよ。やっぱり気持ち伝えるには。いや、 やっぱそうですよね。お電話の方がやっぱり気持ちも伝わるし、うん、こっちの、言いたいこともより伝わると。もちろんそうです。だって文字じゃ伝わらない部分っていっぱいあるじゃないですか。今日とか特にそういう話になったんですよ。いやこれ LINE だと伝わりづらいよねみたいな。あ、いい感じの子がおるんですか今。あ、いい感じ、うん、ではないと思いますね。なんやねんそれ。いやでもね、この間僕北海道の巡業でフェリーの中ずっとこうやってたんですけどね、 LINE のやり取りを。もうフェリーって電波ないときない？あ、たまにないときあるんですけど、うん、実際僕結構心の中で繋がってたんで、なんとかフェリーもそれを通じてくれて、うまいこと言うな、ほんまやり取りをね、こうさせてくれてたっていうのもあったんで。うまいよ、なんか、うん、キュンです。キュンですね。はい。はい。はい、でもなんかやっぱり、LINE はやっぱり良くないんすね。うん、まあ LINE 通話、今みたいに LINE ビデオ通話してますけども、こんな感じがいいんじゃないですか。はいはい、LINE の電話で通話した方がいいってことですかね。まあ普通の電話でも何でも。でもなんか付き合ってない状態で LINE 電話してしまうと、うん、やっぱり女の子ってお化粧とかあるじゃないですか。化粧ね。はい、うーん、でしかも付き合ってない状態やと多分すっぴんの状態で電話するつわものってなかなかいないと思うんですよ。まあビデオ通話じゃなくてもいいと思うんです。
はいはいはい、はい、まあ普通の電話でも、もしもしみたいな、何しとんねやみたいな、うん、そういう感じの電話でもいいと。そういえばジャブが必要っすね。あジャブ当てながら最後ストレートダーンって決めるぐらいな感じですね。そうです、いきなりストレートは入らないんで。ああ確かにです、はい、僕結構でも何でもストレートタイプなんですよ。ちょっとその盲信ですね、ケイ君は。はい、はい、僕は何でもストレートでそのままね行ってしまうんで、そこが僕の良くないところなんじゃないかな。先輩も多分よく知っておられると思うんです、うん、僕のこのストレートは。ケイ君のいいとこであり悪いとこである。そうですね。というまあでもそれはねすごくいいとこなんで。はい。うまいこと。はい。やってほしいなとは思いますけどね。僕もうまいことやりたいですよ。いやそれこそもう女性って結構こうねえ右ストレートとか 大好きなんで。はい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 。もう、好きやねんとか、もう直球ぶちかますとか。じゃあ僕この、うん、この今のこの通話が終わったら一回じゃあ、うん、好きやねんって送ってみましょうかね。好きやでは電話で言うた方がいいね。あー、LINE やとちょっとキモいっすか。LINE、うん、はちょっと、ねえ。いやでもね、はい、これまだすごいですよ。僕もともとめちゃくちゃこの子が可愛いなと思ってた子がおりまして、はい、その子とあの連絡を取れる機会がありまして、うん、そっから連絡を取り始めてですね、うん、今かれこれ2週間ぐらい経ってるんですかね、うん、でなんかやっぱあの気合い入りますよやっぱり。2週間、はい、なんかとこ、時というかそうそう、でもなんか結構ね、はい、最近ちょっとやっぱり向こうもその LINE の一個一個がめちゃくちゃ長いんで、で僕もめちゃくちゃ長く返す、それがめちゃくちゃ続いたんですよね最近までは。うん、でそこがねちょっと最近ちょっとあのお返信率が悪くなったような感じですね。変にこうね長文ってちょっと重いっていうイメージがやっぱあります。 あるよやっぱり。やっぱ長文あんま良くないのかも分かんないですね。僕今の彼女と長文の LINE とかしたことないけどね。え、でも記念日の時とかどうなんですか。だから記念日の時はちょっと変な話がくるね、ちょっとおーなんか聞きたいな先輩の。違うんです、はい、僕最近 YouTube やってるじゃないですか、はい、はいはいはい、だから動画編集とか結構こなれてきまして、はいはいはい、それで今までのこう写真とかをこう動画にして送りました。はい、10分ぐらい。どういうことですか。彼女ってますか。はい、もちろん。なんか、ね、毎回会場で先輩の顔を合わせじゃないですか先輩、はい、なでますとか言うと、もうその先輩がにしゃっと笑う顔もうあまりにもあまりにも憎すぎて本当にもう今、羨ましいんですよいやまあ、はい、すいません、申し訳ないです。はい、いや、絶対許さないです。許さない許さないってどういうこと。許せません。そんなのろけられたら僕もね、やっぱ恋したくなりますよ。まあ、はい、それはちょっとも、なんかね、申し訳ないんですけども、幸せで、はい、はい、でもなんかもう、ね、やっぱ価値観が合う人と一緒にいるっていうのが一番いいんじゃないかなって最近思ってきました。ああ、まあもちろんね、価値観があっても違ってもとは、はい、まあ違ったら違ったで面白い部分はあるんですけど。出てくるものなんですかね。うん、やっぱり自分にない価値観を持ってる人はこう、またそれはそれで面白いとは思うんだけどね。なるほどっすね、うん、会いすぎてもなんかとは思うんだけど、なんとなくやけどね。その恋愛マスターじゃないんで僕、はい、いやいやいや、恋愛のお稽古もう大先生、僕からしたら師匠なんで。師匠らしいですいや僕ね、本当にね、先輩には何でも話してますからね。そうですよ、ほんまもう、ね、すべてなんかさらけ出してくれるんで、うん、さらけ出さないと、やっぱ先輩とはここでつながってる気が僕はすごいするんで。あ、もう毎面。はい、前面です、前面ですね、はい、あらす。いや、もう本当に先輩には感謝しております。
いや自分もほんま、ね、はい、恋愛のすごいいい刺激を受けてるからこそ、はい、俺もいい声を使うんだということでですね、はい、毎日毎日日々 LINE のお稽古頑張ってるんです。じゃあ、まあ、まあ文字もいいと思うんですけど、まあ好きな人には、はい、まあお電話でね、言葉で伝え、はい、伝えた方がいいと思いますんで。やっぱそうっすよね。はい、でもなんかちょっと好きな人から LINE が返ってこないと、なんかすごいなんかうわーなんでこうやんねやみたいにならないですか。特になんかなかなか既読にならんとかね。この間ね、ちょっとめちゃったことあるんですよ。ピーです、ピー。うわーみたいな思ったのあるんですよ。うわーと思った。うわー一個言うて、うん、まあ、そういう子からなかなか LINE が返ってこなくてですね。はい。で、お風呂入るとき携帯置いていくんですよね、僕。はい。まあ、持ってって中でネットフリックス見るときもありますけど、うん、ほとんど携帯置いていってますと。はい。で、お風呂、ね、あのお風呂で汗かいて出てきて、うん、携帯パッと見たら LINE の通知1件と。出てたんすよ、うん、汚なこれみたいな、どうしよう、とりあえずちょっと一回コーヒー飲んでからコーヒー飲むんですけど僕風呂上がりに、はい、なんで寝る前飲むんやってよ、カフェインで寝れんくなるぞ言うて、はい、うん、カフェインでギンギンにねして寝ようかなともう怖いわいろいろ、うん、それでね、はい、LINE 通知一件で出たんでパッと押したら、はい、うん、陽介サンタマリアからでした。まあまあ、ほんまにこいつだけは芝居だからかなと思いました。美女ですけどね。美女ですね。でもそれだけはすごいショックで、はい、それ以降は結構あのお風呂の近く の、うん、あの洗面所にあの携帯を置いとくようにしました。よくわからないんですけどね。でもなんかもう、でもなかなか既読がつかんときって先輩やっぱどんな感じですか。やっぱちょっと、焦るよね。でも何してんねやろとか。ああ、そうっすね。ちょっと挙動不審になってしまうような。もうなんか部屋の中15周ぐらいバーッとしちゃうぐらい。無駄になんか掃除しだしたりとか。鬼ごっこのようなようなもんですよね。そうです、そうです。はい、よくわかります。まあ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 、だから僕のこの心を掴んでくれる人はどこにいるんだと、うん、今やっぱ日々あの探検してますよ。まあね、運命なんでね、はい、そうっすね、恋愛とは本当にご縁がないと一緒になることってなかなかないですもんね。そうですね、あのやっぱり人を好きになるっていうことがなかなかねできないんでね、はい、普通は、はいはいはい、これも運命なんで。運命っすね。え、好きになるのなかなかできないんですか。いや、人を好きになることが一番難しいんじゃないですかね。でも僕結構弁慶とか好きっすよ。はい、そうですか。先輩のことは大好きですし。ありがとうございます。まあ恋愛相談っていう感じでいいですか、これは。とりあえずはい、そうですね。はい、前編やね、これは完全に。完全そうですね。はい、でもなんかこれからちょっとシリーズ化で、うん、こういう時はどう対処したらいいのかっていうのを先輩にね、どん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 聞いていけたらなと思うところでございます。わかりました、何でも聞いてもらえれば、はい、できる範囲で。ちょっとこういう時はどうしたらいいんや説っていうのを、うん、ちょっと2人で会話していくっていう感じの会を作ってくれたら嬉しいです。わかりました、こういうオンラインじゃなくてもう、はい、はい、ちゃんと撮る感じでちゃんと撮る感じで、うん、2人でこの恋愛論をぶつけ合うっていう。面白いね。30分一本勝負とか。30分どうでしょうか。やりましょう。いや、いいですよね、はい、見てる人ももちろんいいですよね、聞きたいですよね、うん、恋愛トークバトルやね。はい、間違いないでございます。うん、じゃあはい、まあ何分ぐらいこれ、20分ぐらいもう経った。はい、もう20分経った。20分早いね、あっという間や ね。まあ出す時は一瞬なんです。まあカットをいっぱいしなきゃいけないんでね。はい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 。いやでも、はい、とりあえず僕は今やっぱりその風の谷の向こうの人と出会う方法はどうやってやったらいいですか。
知らんというか、まあはい、まだそれはまだ次、はい、次回ということで、ちょっと次本当に金の谷の向こうの丘の向こうの人と出会う知らんねんそれ、教えてください。ナウシカしか知らんねん風の谷のは。何の、でもちょっと今度からね、この与沢さんの YouTube で、はい、あの恋愛シングルマッチ、トークバトルシングルマッチを、うん、夢勝ちますバトルをちょっとシリーズかね、はい、はい、恋つかみますシリーズっていう、いいですね、はい、はい、恋つかみますシリーズちょっとどんどんやっていけたらなと思いますんで、わかりました。では恋愛相談よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしく頼みます。よろしく頼みます。では二人で幸せになれるように頑張りましょう。じゃあせーのでチョアよ、どうですか。あ、最後、ほんじゃそれで締めましょうか。わかりました。はい、それでは、せーの、チョアよー、アンニョーン。アンニョーン。ありがとう、ゲイ君。ありがとうございます。いやーねー、ケイ君すごい真面目でしょ。めっちゃいい子で、ほんまにこう、まっすぐなんですよね。若干ちょっと不器用な部分もあるかもしれんけど、こう、一番大事、まっすぐ進む、ちょっとつ盲信、素晴らしいと思います。まあこれからね、恋愛トークバトル繰り広げられるかと思いますんで、皆様これからもお楽しみに。それではアンニョーン、チョアヨー。チャンネル登録よろしゅう頼んます。